毎日更新ドグチューブ、ドグマガザミです。最近なんかね、若い女の子からすごいツイッターのリプライをもらえるようになって、なんかゲーム実況自体がアイドル的人気があるみたいで、それね、便乗してすごい若い女の子がね、ついてくれるようになったんですけど、ドグマさんの1000円チャンキー面白いですって本当にたくさんもらうようになった。その割には再生数がいかないっていうのは、ね、どういうことなんでしょうかね。ただその見てくれた人の中でね、猛者がいまして、全部見ましたっていうちょっと頭おかしいなと思う人が4、5人ねリプライいただきまして、もうずっと毎日かけっぱなしで、あのまとめ、リスト化されてるから、まとめからバーって見たら見れます。全部だよ、全450ぐらい今そうよう見るなと思って、で何々が出た回が面白かったですって言うけど、全然言われても覚えてへんもんね俺らも450回って。もう中世ぐらいしかわからんもん、何覚えてる。それこそジバニャンの 3DS ぐらいしか覚えてないあれ一番伸びてるからね、まあなんでぜひとも皆さんよかったら見ていただきたいですけども、なんかはじめ社長さんの話ね、前回しましたけども、1000円自販機やられたみたいで伸びますねいや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 、社長さんぜひ、もう大好きなんで大ファンなんで、よかったらはじめ社長さんのファンには怒られてしまうかもしれませんけども、ちなみに社長さんがやられたらどれぐらい伸びたんですか。2万ぐらい伸びたんです。2万っていうのははじめ社長さんがやって僕の方も伸びたってことですか。そうが2万ぐらい伸びた。はじめ社長さんが1000円ジャンキーしたら100万再生ぐらいでしょ、うん、1日のこの動画のアベレージいくつよ。2000。まあ2000もちょっと言い過ぎやぞ、1200ぐらいちょっともんだよ、ちょっとは持ったっていいじゃねえかちょっともん800もんだよ。100万って言ったら2000ぐらい言いたかったんだよすごいな、100万。フリーザーとフリーザーの戦闘員ぐらいやな。いや、あのなんか卵型したこうなんか反転がついてよくわからないやつよ。あの剣手が準備やつ。そうそう、手が手にこうつけたやつみたいな。俺はそういう風やな。栽培マンぐらいの。栽培マンでも1500やからな。そうか。栽培マン届かへんで。ラディッツや。悲しいな。悲しいね。お、でも結構重めな。こういうとこで始めちゃうやったら、うわーすごい音がしたよ、すごいよ、うわ音がしたよ、バカンティシって夢の扉だよ、どうなってるの俺バカにしとるやん、無理してすすごい、あげ緊張しちゃうな、え、なになになに、あれすごいよ、いや、どこに長いよ、なんだろうこれ、なんだろう、すごい長いよこれ、なんだろう、すごい長いよすごいよ、何が入っているんだ、何が入っているんだ、あー出るぞ出るぞ出るぞ、またまたソーラライトだ、ドビッシー、はい、あーちょっと待って腹筋痛い腹筋痛いこれでもええやん、うん、あソーラーやって、だからこれ電池いらずや。あー立ちくらみする。バカ。めっちゃ立ちくらみした今。あかんな、無理な動きしたあかんな。これから仕事なんじゃなかった。これが仕事や。立ちくらみした。いやまあ。あらまあ、いや今のこの動きはやばかった。うわもうええわ、うん、もうええわ、ということで皆さんも無理な動きをしないように、有名 YouTuber の動画をみんなで応援しましょう。さようなら。ファイツー。